嘘嘘嘘嘘嘘発表、真実真実真実、ピュアレッドな真実。はい、閉塞状態の日本を救うあっと驚くあんな技術やこんな人をザイヤに求めて東へ西へ目指すは本間でっかラジオ、先の見えない日本の未来を開けごま、明日への扉をこじ開けろ。おというわけで10月12日水曜日夕方の5時半を回ったところで始まりました、嘘800真っ赤な本当の2回目放送でございますが、パーソナリティは私岩崎志郎と鶴岡睦美でございます。それではまず本日の1曲目、真っ赤な本当もレインボータウン FM も、FM も、番組運営を応援してくださるパトロンスポンサーが欲しいなというところでかけてみます。私のお友達南雲さんが歌っております、パトロンに乗りたーいっていう曲です。おじさんはになりたい、プロなしのアパートから抜け出したいなら君次第、マジなチャンネルちょっと変えればマンション暮らしがほんと君のもの、雑誌に出ているブランドを身につけて、君はシンデレラ生まれ変わるのさ、パタロンロンロン、パタロンロンロン、年の差なんてあっかビーパートロンロンロン、パートロンロンロン、幸せ探そうよ。はい、頭のチャンネルちょいと変えればおかしい、さて、スポンサーになりたいという企業様、それから番組への励ましお叱りのお便りはこちらでございます。リクエストメッセージはこちらまでお願いします。ファックス03-5634-0792、メールアドレス info.792fm.com です。お願いします。待ってます。はい、待ってます。それでは本日のゲストですね、井出治兄上の登場。あれあれ、先週のゲスト UFO 研究家の竹本亮兄上じゃありませんか。どうしたんですか。どうしたんですか。来ましたよ。また来ちゃいました。また来ちゃったんですね。UFO。UFO。あのね、やっぱりね、井出治兄さんが来るんだったらね、やっぱりぜひね、もう失礼のないようにね、僕はやっぱり紹介したいなっていう感じがするんですね。ああ。すごい人なんですよこの方は。実はですね、はい、ほら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 、こういうね、光ランドからですね、フリーエネルギー UFO 第三期電力で世界は大激変するというですね、本をなんと来週から出すらしいんですね。この本ですよ、もうベストセラー間違いなし、素晴らしい本ですね。私はもう Amazon で注文しちゃいましたけど。あ、そうですか、はい、ということで、ね、紹介させていただきます、はい、では改めてですね、本日のゲスト井出治兄上の登場でございます。これこの世界ではですね、井出さん、井出兄上ですね、第一人者なんですが、第三の起電力の発見者ということで、今日はテーマ曲にアントンカラスの第三の男を選んでみました。井出さん、真っ赤な本当ようこそいらっしゃいました。どうもありがとうございます。こんにちは。さて、UFO 対第三の男という大変な対談になってしまいましたけども、まず第三の起電力って何ですか、井出さん。ですね、まあ、できるだけ簡単に説明しますと、今の発電ですね、いろんな原発から皆さん の自転車のランプの発電機まで全部同じ原理なんですよ。それがファラデーの起電力というんですが、それよりももう一つ全然別
上の方に別のそういう発電の原理があるんじゃないかということを、まあ、提案しているということなんですよね。それが第三の起点力なんです。すごいのはね、あのメリーランド大学という、ね、アメリカの大学で、今年の、ね、3月、そうですね、あの地震があった翌日ですね、翌々日、あの行かれてですね、それで NASA の人とかですね、それからペンタゴンの人、いろんな方と会ってですね、それで講演されたんですよ。もう素晴らしい研究なんですね。すごいですね。もう NASA も認めてる、ペンタゴンも認めてるっていうね、すごい研究なんですよ。すごい兄上ですね、伊藤さん。はい、いずれあのノーベル賞ですか？もう間違いないんじゃないですかね。間違いないですかね。間違いないですよね。はい、さてそういうあの偉大な伊で兄上でございますが、さてお待ちかねです。スピリチュアル&エナジーリーディングの、コーナーでございます。そうですね、これまた楽しみですよね。井出さんのキーワードはですね、悲しみのエトランゼ、異邦人なんです。で読みますね。戦火から逃れるために亡命し、祖国を離れた経験と、画家だった時に伝統派だったため、新進派に圧迫され、やはり国を離れて他国で地味な芸術活動を続けていた経験が重なり合って記録されています。亡命は第一次大戦前後で、祖国はチェコスロバキア直前の過去生と思われます、ね、すごいですね。画家の過去生の方はもう少し前で、おそらくフランス、時代は19世紀半ばでしょう。つまり私はここ祖国では生きていけないという感覚と、祖国への忠誠心がせめぎ合っている状態が悲しみのエトランゼなのです。根性では革新的技術の先頭を走っておられますが、魂の傾向としては伝統を重んじる強い保守性があり、革新に対してはむしろ嫌悪感を持っていらっしゃるようなんですね。で、本質的にはご自分の生活スタイルや生活そのものを守りたいという思いが強いはずですが、それは革新イコール襲いかかってくる非難と魂にインプットされているせいかもしれませんよね。災難でしたね。襲いかかってくる、はい、災難ですね、はい、襲いかかってくる災難と魂にインプットされているかもしれませんね。過去世においては革新は芸術性を高めたり自らを開花させたりするためのエッセンスとは捉えられなかったようですが、皮肉なことに根性においては自ら生み出された革新性や先進性は魂の本質とはまるで正反対の方向性のもののようです。そのために内心戸惑っておられるかもしれませんよね。根性はですね、驚きのエトランゼだったりしてあの非常によく当たってるのでびっくりしております。伊出さん、その趣味とかですね、はい、あの異邦人というところがですね、異邦人なんて歌ってらっしゃるんですね最近よくですね最近ちょっと復活した歌声喫茶でですね、大抵毎行くごとに歌っておりますね。いいですね、はい、それから、芸術に対する感覚も非常にですね、はい、当たっておりますし、もう本当にびっくりしますね、これ見ますと。さすがスピリチュアル、はい、井出さんはね、井出先生はね、あの中世の、ね、音楽について詳しいんですよ。バロック音楽とかですね、ルネサンス音楽が好きなんですよ。あ、そうですか。根性は現状にとどまることにそのパワーを使うのではなく、困難に立ち向かいご自分を躍進させるためにぜひお使いください。はい、わかりました。すでにそうなさってらっしゃるかもしれませんですよね。その通りですね、多分。はい。で現在季節の変わり目ということもあって、免疫力、抵抗力などに若干の減退傾向が見受けられますので、ね、体調管理には十分に気を使ってくださるようにお願いします、はい、こんなにズバリ当たってる占いというのはなかなか私は珍しいです。さすがスピリチュアルセレーネさんです、ね、最初に異邦人が出てきましたからびっくりですよね。ズバリですよねここでズバリ肝が当たりましたね、はい、で驚きましたね。驚きです本当に。いや、井出さんね、あんまり人を褒めないんですよ。だけどね、これはねズバリ当たったから言ってるんですね。そうですよね、井出さんはね、控えめな方のようですけれども、しっかりとした自己表現がお得意で、世の中を変えようっていう大志をお持ちの方です、うん、そのつもりです。そうですかこの志が貫かれて形となった暁には脚光を浴びることになりますが、
ご本人も密かにそれをお望みのようなので、根性においては違和感はあるでしょうが、自らの革新性を錦の御旗として堂々と掲げる必要があると思いますよ。ことごとくですね、見破られてるっていう感じがしまして、本当に見破られましたね。はい、はい、続いて、あ、ごめんなさいね、はい、新さんのエナジーリーディングでございます。見えますか。こちらがそうですね、ちょっとこうしましょう。軽いというかですね、こう運動性の高い、活発な魂ですね、うん、それとですね、動かざる岩のごとく重厚な魂ですね、という2つの対極的な魂が描かれております。うん、セレーネの言った保守性と、革新性が混在している様子がこのエネルギー画に、現れたのでございましょう。うん、確かにイデアニウエの根性は、戸惑いと驚きのエトランゼなんでしょうね。その通りですね。はい、違法人、自分でも違法人だと思ってます。はい、こっちは何の、こっちはですね、シンさんがですね、うん、愛は賜り物ということでですね、なんかこれがパ、このこちらへこうエネルギーを送ってくれる、そういうマークなんだそうでございます。ちょっと折れましたけど、どうぞ。はい、どうも。綺麗な絵ですね。